突然やな。あ、そうそう、ここまで戻ってきたんよ。ここまで戻ってきたんよ。あれからやり直して。そうそう、セーブしてある、これ。セーブしてあるね。オッケー。一応つぶやく、もう一回。タイトル変えとこう。ファミ、あれ、ファミコン探偵クラブ。つ、後ろ、後ろに、立つ、少女、少女じゃない。後ろに立つ、後ろに立つ少女じゃない。なんで会社が後ろに立っとんの。何回目だっけ ?4 回目かな。で、サムネも変えて、保存して、コピーして、やりましょうか。どういう流れだっけ。あれか、殺されたんだよね、あのあいつが、あの飛んだクソ野郎が。これで絶対校長野郎っていう話をしたのは覚えてる。学校の前です。そばには誰もいない。呼ぶ。ここにはいません。生徒、ここにはいません。瞳、ここにはいません。何 BGM がなくなっていくねんけど。え、森心を偽。マジであんないいやついそうやもんな、コナンに。え、 BGM なくなるの怖いんやけど。おかしい、人の気配が全くない。全員殺された。何を騒いでるんじゃ。あー、熊田、学校に人がいません。今日は祝日じゃ。そうでしたっけ。いい加減にしろ。聞く。先生も間違えてきちゃったんですか。アホ、毎日は休みの日は美術室で絵を描くことにしとるんじゃよ。それは知らんわ、ごめん。アホ呼ばわりされる意味がわからん。そのために来たんじゃ。アホって言われる言われはないやろ。美術室です。駒田先生がいない。駒田いつ死ぬん。来とったんか。五郎が殺されました。そうらしいの。びっくり。そうらしいの。五郎のこと。五郎は金田事件の犯人を脅したために殺されたのかもしれませんよ。なんでいきなりここで校長の話が出てくるんじゃ。浦部校長と五郎は知り合いでした。あ、でもなんかこんだけ校長に疑いが向かうと校長じゃない気がしてくるな。見る。駒田、考える。聞く。五郎、校長と五郎、この二人の関係は妙だと思いませんか。まあ、抜き差しする関係だからね。聞く。五郎、車。お前さん、まさか校長。確証はありませんが、あ、もうここで疑われてるってことは絶対校長じゃないわ。すぐメタ的な推理をして申し訳ないけど、今学校にはわしらしかおらんのじゃない。何しようとすんの。熊田かける塩網になっちゃうよ、このままやったら。何があっても誰も気づかん。そうか、校長が犯人じゃと思っとったんか。ああ、よかった。真剣な話か。
まさか駒田先生。わしが後から入ってきたのは扉に鍵をかけるためじゃ。低層の危機ですよこれは。もうお前は逃げられん。諦めるんじゃな。おい、穴が開いちゃう。開けるじゃない。自ら開けちゃダメだよ。自ら開けちゃダメ。開けてみる？開ける。あ、よかったよかった。扉やった。動かない。硬い。駒田のコツ。その顔文字。ふ。これはまずいぞ。どこ？扉の鍵。ふふ。動かない。あ、動いた。開いてるじゃないですか。うひょひょひょ。引っかかりよった。お前マジで不謹慎やって。どんだけ穴が開くかとハラハラしたか。校長が犯人などとアホなことを言うからからかってやったんじゃ。校長が犯人じゃぞ。バカバカしゅうって話んだな。ああ、アホらしい。なんでそんなに言われないかん。よし殺そう。よし殺そう。ああアホらしい。ああアホらしい。こんなことしてお前が死ぬとは思わないのかな。子供やからってちょっと舐めてる。アホらしいしか言わんし。ああ困った。なんじゃ。もう帰ろ。考える。ってことは何か困った。なんじゃ？顔面か？美術室です。ですよね。調査やめる。おお、僕は先生を頼りにしていたんです。なのにからかうなんて。調査を続ける自信がなくなりました。残念ですが、これで。待ってくれ、悪かった。考え直してくれ、ほんまな。お前が考え直せよ、ほんまに。人生を考え直せ。と言うと思ったじゃろ。そんな手で引っ掛けようとは。まだまだ甘いのを殺すか。いよいよ殺すか、こいつ。アホらしい。わしはもう帰る。バレてた。あいつ殺そうぜ。念入りに計画立てて殺そう。電話だ。聞く。まず電話に出なきゃ。取る。電話。はい、宇津木探偵事務所です。旧校舎の壁越し、みんな埋めたがってる。よー、卵め、俺だよ。ひとみちゃん。あの妙な野郎、殺されちまったそうじゃねえか。加藤さんから聞いたぜ。とんでもねえ事件になってきたな。お前大丈夫か。ひとみちゃん、心配してくれてるんだ。卵の前はボケーとしてっから犯人にぶっ殺されてしまうかもな。ギャハハの歯。こいつも殺すか。次のターゲットやな。二人目やぞお前。よー卵め、マジで気ぃつけろよ。立花さんのことは俺に任せろ。同時踏むんじゃねえぞ。じゃあな。なんかちょっと嬉しい。ひとみちゃんでもいっか。そしてみんないなくなった。聞く、留守番電話。出かけた間に電話があったようだぞ。葛城です。今日内田君や忍と中学が一緒だった。石橋さやかという人がうちに来ますのでぜひ来てください。石橋さやか。行く。第10章、幼なじみ。確か全部で12章ぐらいだったよね。今日終わるかな。めっちゃこっから長かった。面白いけど。忍の友人、葛城さんのお宅です。ごめんなさい、さやか、まだ来ていないの。聞く、陽子のこと。後ろの少女。忍の分、この間みんな話したつもりよ。ゴロ、あの人殺されたのね。それにこの町に住んでたなんてテレビで初めて知ったわ。うちだ。
こないだ話したことぐらいしかわからないわね。もともとよく知ってる人じゃなかったから。さやか、遅いわね。素敵な方よ。優しくて思いやりがあって。知ってることはみんな話したと思うわ。マッチ。瞳が捨てたマッチです。ショットバーサンボラ。わかったわかった。趣味のいい部屋です。部屋の隅に電話があります。取る。お、電話。なんで、電話をお借りします。どこにかけんの？110番。はい、警察です。ほら、いたずら電話は死刑なのだ。サンボラって何番やったっけ？見る。001？ ん？ 007-1234 ね。取る電話。007-1234。話中だ。話中なのかよ。なんで電話なんか取れるんやろ？見せる。マッチ。あゆみの写真。陽子の手帳。考える。ここも隣町か。じゃあサンバラの近くだな。いや、電話したよ。電話したよ。聞く。校長先生、お元気かしら？あいつ今疑われてるよ。でも今現状疑われてるから多分犯人じゃないよ。何すればいいんだ？また調査やめるのか？大きなテレビが置いてあります。どこ？まあやるよね。ってことは電話でいいのか？電話お借りします。あれを、あれがフラグになってるとかかな。 1,2,3,4。 話中なのかよ。考える。ここも隣町か。じゃあサンブラの近くだな。通る電話。007-1234。ずっと話しないけど。番号間違ってるとかしないよな。見る。マッチ。007-1234やんな。かけるとこが間違ってんのか。007-1234。119。はい、119番。こらいたずらしてると、いざという時助けてやらんぞ。だよね。見る。見せる。まだなんか聞き足りてないのか。校長か。一つ思い出したことがあるわ。でもただの思い出話よ。いや、全部喋れ、最初に。ただの思い出話よ。何？どれを聞けばいいんだ？浦部。そう、校長先生のことなの。さすがに探偵さんって勘がいいのね。いやいや、相当しらみつぶしだよ。私たちは先生、校長先生に憧れていたのよ。昔のことじゃった。ある日、足をくじいた女の子が校長先生の車に乗っけてもらったの。それが羨ましくってね。そのことを思い出しただけよ。車のこと。立派な黒い乗用車よ。女性との憧れの的だったの。まあその車が校長の車だってのはもうとっくに想像はついてるんやけど。校長は15年前黒い乗用車に。だろうよ。私が知ってることはもうみんな話したわよ。さやか、早く来ないかしら。さやか殺された？もしかして。考える。さやかからかしら。もう気まずくなっちゃってるやん、暇すぎて。間違い電話だったわ。それは迷惑。さやか遅いわね。さやかマジで来んやん。後ろの少女、忍、五郎、車、内田。あたり。
魔法熟女。007123。ああ、間違えてる、間違えてる、間違えてる。1234。007123。あ、変わった。はい、サンマラです。あんたか。五郎さん殺されちまったな。驚いたぜ。店じゃその話で持ちきりだ。よかったら来なよ。え？え、いいの？行って。行くのかよ。ちょっと出かけてきます。自由か。ちょっと、どこ行くのよ。だよね。その反応が正しいよね。本当に行っちゃった。ショットバー、サンマラです。おう、来たか。お客さんたちも驚いてるよ。気づいたこと。あ、特にないの。五郎さんがまた来るようになったのには何かきっかけがあったんだが。呼ぶ客。あ、またあったね。聞く。五郎のこと。まさか殺されるとは。うちだ。誰だいそれ。知らないな。この前も知らないって言わなかったっけ。あ、怒ってる、もしかして。誰だいそりゃ。知らないな。この前も知らないって言わなかったっけ。あ、怒ってるな、これは。怖い世の中だね、まったく。ゴロ、まさか殺されるとは。あー、特にそんだけか。見る。でも場所移動はできるんや。場所移動したらどうなの。まださやが来てないとか。どこ行ったの。さやかはまだだけど。まだなのかよ。じゃあいいよ。またちょっと出かけてきます。待ってちょうだい。あなたどこ行ってるの。連絡先ぐらい教えといてくれなきゃ困るじゃない。国民的。違う、語呂違い。見せるマッチ。この店に行ってますから、さやかさんが着いたら連絡してください。じゃあ預かっとくわ。いや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 、あなたバーなんて行ってるのって言え。ショットはサンバラです。聞く、ゴロ。気づいたこと。呼ぶ、マスター。あ、違う違う違う、呼ぶ客。聞く、気づいたこと。あ、でも特にないのか。考える。呼ぶ、マスター。見る、調べる。あたり、店の隅にテレビがあります。見る。テレビ？ああ。特に変わりはないんやけど、多分この流れでいくときっと電話がかかってくるんだよね。ああ、見れるやん。店の隅にテレビがあります。見れないのかよ。呼ぶ、客。聞く。おう、今日ここのテレビで見たときはびっくりしちゃったわよ。怖い世の中だね、まったく。え、そんだけ？僕に聞くだけ無駄。考える。マスター。なんだい？ゴロ。うちだ。裏部。気づいたこと。ああ、そうだ。思い出したぜ。五郎さんが来るようになったきっかけを。早く思い出せよ、それ。ちょうど10日前、久々に五郎さんが来た時のことだ。うちはご覧の通り、馴染みのお客さんばかりだから。お客さんの注文があれば、野球のシーズンには音を切ってテレビをつけとくんだ。その日、一人で飲みながらテレビをぼーっと見てた五郎さんがいきなり立ち上がってこう言ったんだ。クックック。俺にもまた月が回ってきたみたいだぜって。そう言うと帰っちまった。確か9時頃だったと思うよ。こっからテレビは見えねえから何を見たのか分かんねえけど。なんか見たんかな。あ、なんか減ってる、聞けることが。それからだ、五郎さんがよく来るようになったのは本当に運が向いてきたみたいだぜ。おっと、電話だ。あんたに電話だぜ。しもしも、葛城です。さやかから駅に着いたって連絡あったの。迎えに行くから留守番頼まれてくれない。はい、すぐ戻ります。普
通に鍵かけて出ていけや。マスター、お邪魔しました。うん、またな。会員によろしくな。普通に鍵かけて出ていけや。留守番頼まれる必要はないやろ。じゃあお願いね。お前そんな金持ちそうな家住んでて、そんなに非効率的な人生送ってんの？もう調べ放題じゃん。趣味のいい部屋です。大きなテレビが置いてあります。なんかもう旦那に誤解されるようなことしようよ。大きなテレビが置いてあります。なんか裸の自撮り写真とか置いとこ。考える。五郎は10日前テレビで何を見たんだろう。見るテレビ。考える。五郎がテレビを見ていたのは今ぐらいの時間だな。見ようよテレビ。ちょっとテレビを見せてもらおう。ちょうど野球が終わったようだ。任天堂。ん？ニュースが始まったぞ。どっかで事故があったようだな。怖い世の中だね、まったく。服を脱いで体育座りしとこう。あら、テレビを見てたのね。連れてきたわよ。なんかすごい高圧的な顔してらっしゃいません？はじめまして、石橋さやかです。大体の話は涼子から聞いています。涼子で合ってるよね。おー、まあまあまあ、でも悪くない。悪くない年齢ですね。お気の毒です。忍たちとは中学から一緒でした。二人のことはよく知っています。強そう。評判の悪い人でしたが、殺されてしまうとは。お気の毒です。金田事件の時自殺してしまった内田照彦さんの息子が忍の幼なじみのたっちゃんです。たっちゃん、たっちゃん。よしこと同じように私も憧れていました。本当に素敵な方ですから。ちょっとたっちゃんについて聞かせてくれ。私たちは内田君をたっちゃんと呼んでいました。もしやイニシャルは TU では。そうだね。お役に立ちたいと思っております。内田、内田。あまり目立たない人でしたが、中学時代の彼は明るくてとても心の優しい男の子でした。勇者かな。そんなたっちゃんがあの事件でどれだけ傷ついたことかと思うといたたまれません。あの事件とは。ええ、その事件とは。違う。その事件について聞かせて。忍がグレたことには私も心を痛めました。忍グレたの。その結果あんな事件に巻き込まれたなんて残念です。ああでも五郎たちとつるんでたってことはまあグレたのか。あんな素直な子がグレてしまうなんて本当にショックでした。グレ。でも一番ショックだったのはやはりたっちゃんだと思います。たっちゃん。二人は小さい頃から仲が良かったそうです。多分たっちゃんはその頃から忍が好きだったんだと思います。打ちひしがれ転校していったたっちゃんとはそれっきり会っていません。二人について私が話せることはここまでです。そういえば10日前陽子さんの事件を知った9時頃のニュースでインタビューを受けておられた浦部校長を見かけました。先生とても悲しそうでしたわ。ああこれか。これであいつ揺すったろうって思ったよな。もしや五郎はテレビに映った校長？ねえさやか、荷物置いていきなさいよ。部屋に案内するわ。ごめんなさいね、強そう。ちょっと失礼します。うん、聞く。そばには誰もいない。見るテレビ。うん、考える。忍の幼なじみは内田照彦の息子だった。さらにそのイニシャルはたっちゃんと呼ばれてだとすれば TU なのかもしれない。確かに疑わしい人物だ。しかし五郎がテレビに映った浦部を見たとすれば、浦部が家を手放したのは五郎に金を渡すためなのかも。その考えにはもうすでに至ってますね、みんな。とっくに至ってます。話し声が聞こえます。テレビの音でしょうか。見るテレビ。テレビはついていません。あの二人が奥で話している声みたいだ。え、聞く聞く。え、呼ぶ。ん、見るあたり。考える。呼んでいいのかな。何してるんですか。ごめんなさい、中学の卒業アルバムを見せてもらってたの。
一応客人なんだわ、こっちも。かまってもらっていいですか？忍びや内田が映ってるはずだ。見る、アルバム。見せてください。どうぞ、そのために持ってきたんですから。このクラスにたっちゃんがいるはずですよ。見る。どこ？いや、わかんねえよ。わかんねえよ、たっちゃん。これか？先生を調べても仕方がない。いやいやいや、わからんやんか。先生かもしれんやん。どれが内田なのかな？これ、しらみつぶしか？お前か。そうです、たっちゃんは確か2列目です。ほうほうほう。これは、日比野か。そう、それがたっちゃん、内田達也くんです。これは、日比野先生。しかし名前は、内田達也となっている。一体どういうことだ？やっとここで絡んでくんのか、こいつ。翌日、塩坊は、人のいない校長室で、日比野に話を聞いた。人のいないとこすぐ選ぶ。低層が、まずいよ。君はそんなことまで調べてきたのか。サクサク進むな。日比野のこと。確かに僕は内田照彦の息子だ。日比野というのは母の旧姓だ。転校をきっかけに母方の日比野の姓を名乗るようになったんだ。ほら、クラクラしてきたぞ。内田のこと。僕の父は金田事件の容疑者として手配され、そして死体で見つかった。僕の名字が変わったのは母が世間体を気にしたからだ。その母も、もう亡くなったかね。お前か？犯人。父は犯人じゃない。そんなことありえない。父は人を疑うことを知らないような人だった。そんな父をあの金田は利用したんだ。金田のせいで父は全てを失ってしまった。そして父は、追い詰められ、自ら命を。立ったんだ。父が人を殺せるような人間じゃないことぐらい僕には分かっている。身内はみんなそう言うんですよ。源次郎のようなくだらない奴でも絶対に殺したりはしないよ。身内はみんなそう言うんだよ。父を亡くした僕を支えてくださったのが他ならぬ浦部校長なんだ。ほう、浦部校長と父は学生時代からの友人だったんだ。あの事件以来、校長は何かと力になってくださった。不安な僕の心の支えだったよ。僕がここの教師となれたのも全て校長のおかげだ。校長は素晴らしい方だ。浦部教がここにも、浦部教の魔の手がここまで伸びてるとは。あー、そんなもんか。うちだ、日比野。あー、特にないのか。五郎と知り合って忍は変わってしまった。事件に巻き込まれる前から僕の知っている浅川忍はもういなかったよ。奴は死んだそうだな。金田親子、あいつらは人間のクズだ。俺に言われてもオラに言われても困るだよ。メラメラしてんな。日比野くんメラメラしてますね。巨人の星みたいになってるよ。あ、特に？いや、宗教やってなんかお金巻き上げたらいいやんね。そしたらお金に困らんやろ。あ、何も聞けなくなった。日比野の金田親子への憎しみは相当なものだ。いや、でもこの段階でこんだけヘイトを溜め込んでるっていうことはきっとこいつも犯人じゃないな。五郎が殺された日のアリバイを聞いてみなければ。アリバイ。確かに僕には十分な動機がある。おまけにアリバイなんてないさ。しかし、あんな奴らがどうなろうと構わないじゃないか。何、捕まりたいの？一旦捕まる？五郎。何を話せって言うんだ。五郎は事件の夜現場から走り去った。黒い乗用車の持ち主を脅していたようです。その人物は浦部校長かもしれません。絶望の眼差し。おい、まさか本気で校長を。
違うよ、絶対校長じゃないって。一つ言っておく、なぜそんなバカなことを思いついたのかは知らないし、僕を疑うならそれでいい。だが校長を侮辱することは僕が許さない、絶対に。いや、そうは言われても、これ絶対浦部教信者だな。ここにはいません。考える。日比野はうちら照彦の息子だった。そして日比野の金田親子への憎しみは相当なものだ。そうなればもしや日比野が。しかし今の時点ではあらゆる点で浦部の方が